はい、こんにちは。パーカーション高見です。今回は LP の 234B というカバさのサウンドチェックを聞いていただきました。これですね、同じ LP の 234A っていう標準的なサイズのカバさがあるんですけれども、それよりも一回り大きなサイズとなっております。具体的に言うと、A の方が直径が11センチで、B の方が直径が13センチですね。で、この高さの幅は両方とも約6センチで同じ高さ、幅となっております。 で音の違いはというと、こう、A よりも B の方がよりピッチが低くなっております。で、音量も少し大きいですね。で、この A の方のピッチっていうのは結構ドラムセットのハイハットと音域帯が被ってしまうことがまあよくありますので、レコーディングとか、あるいは吹奏楽で使う分には全然いいと思うんですけれども、バンド編成とか、ライブで 使うのであれば、ハイハットと音域帯を分けるという点でも、音量の面でもですね、こっちの B の方を使うといいんじゃないかと思います。あと、レッスンとかでも言ったんですけども、ばさっていうのはこの K が大きければ大きいほど、ロールの奏法がやりやすいです。この、ザーっていう長い音ですね。なので、この 234B はかなり簡単にロールをすることができます。あと、細かいところで言うと、この B ズ の紐のですね、K が少し緩めというか、ルーズめになっています。この A に比べて。なので、こう、振った時によりチャキチャキとはっきりと音が鳴る仕様になっています。最後に一個注意事項なんですけども、このボディの中の内部パーツにですね、ワッシャーとナットが使われてるんですけれども、それが非常に外れやすい、取れやすいんですね。僕も買ってからこう、数回、 回しただけで中のパーツが外れてしまって、動かすたびにですね、ガチャガチャガチャって、中で遊んでしまうような状態になってしまいました。で、同じような症状になった場合はですね、このボディをしっかり持ってハンドルをこう、回すと外すことができますので、こういう風に。これで中が見えますので、ワッシャーとナットはですね、外してしまってもえ問題ないかなと思いますので、 遊んでしまう場合は、いっそ外してしまいましょう。で、メーカーの方はですね、非常に外れやすいので、ぜひ、改善をよろしくお願いします。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションに関する情報やレッスンなどを配信してますので、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。